やりましょうか。青鬼。そう、フリーホラーゲームでも誰もが知っている超有名作品青鬼。その青鬼がなんと今日本日、Steam で新作として発売されたんですよ。で、わあ怖い。モードがね、3つあるんですよ。この初めからっていうのは、青鬼のメインストーリーなんだけど、これってね、以前私が実況しましたバージョン 6.23 と、まあ変わんないらしいんだよね。で、その総集編を先日上げてるんで、興味があれば見てってください。なので、こちらはやりません。そして、倍速モード。まあ、これはすごく見覚えがあるっていうか、まあ、すげえ近しい人間が、それをよくやってたんだけどね。2倍から15倍速まで選べるらしいよ。でも、これも今回やりません。今回僕がやりたいのはこちら。青鬼、愛編。挑戦するたびに、館が変化する、愛編。これが、今回導入された新しいストーリー。なのかな？どういうモードかをね、あんまりよくわかんないんだよ。まあ、だけど、なんか、ランダム性があるっぽいんだよね。挑戦するたびに館が変化する。オッケー、やってみましょう。お願いします。おー！すごくない？青鬼のキャラでさ、こんなにしっかり一枚絵が用意されてたのって、初めて？いや、でも俺ね、全くアプリの方とかやってないから、わかんないんだけど、やってみましょう。青鬼、愛編。楽しみだな。新作。主人公がこの、愛ちゃん。見知らぬ館の部屋で目が覚めた。うん。あれ？ここは、どこ？ミカと一緒に来たはず。ああ、ミカっていたよね、メインストーリーに。うん。ミカ？いるの？出てきてよ。へえ、いたよ。ミカちゃんいたよ。なんなの？うん。とにかく、外に出なくちゃ。青兄さんいらっしゃいましたね。あー、プレイするの久しぶり。どうしよう。これ、あれ、ダッシュとかなかったっけ？とりあえずセーブ。はい。うん。まあ、絶対行っちゃいけないんだろうけど、ちょっと行ってみたいよな。あ、行けるわ。え？館が変化するってのは、つまりさ、今まであった、その青鬼のマップがめちゃくちゃになってるとか、そういうこと？そういうこと？謎解きとかもあんのかな。ちなみにここってなんかさ、お皿をどうのこうのとかってメインストーリーだったよね。あ、いや、お皿が割れてたんだ。そうだそうだ。え、なんか出た。お、そしてタンス。ここは隠れられる。うわー、びっくりした。あ、待って待って。あ、でもこのソファーいけるか。ちょっと待って、ちょっと待って。早速そこ隠れてんのかよ。でもこの子、あ、待って、あ、ここいいんじゃない、ここいいんじゃない。あぶねえって、バレた、バレた。あー、見えてる、しっかり。おっきな瞳で。久しぶり、久しぶりだな。4、5年ぶりだよな。愛はクローゼットに隠れていたの？見つかってしまった。プレイするたびに館が変化するって、つまりさ、あ、なるほど。まあ、そのニューゲームをしたら、そのマップが生成されるみたいな。で、一回始まっちゃえば、館の、うん、作りは変わんないのかな？ OK。とりあえずさ、まあ、上に青鬼がいたのは分かっているけども、こっちから見ていきたい。で、多分出てくると思う。勝負だ！あ、出ないか。お、謎解きっぽいのがあるぞ。これは人形の首を手に入れるんだよな。オッケー。どっかにいたのか。ここにはいないのは分かってる。うん。よし、いいよ。どこにあるのかしら。こういうカーペットの下とかってめくれなかったっけ。あ、なんかあるぞ。壊れたガラス玉だ。特に使い道はないようだ。いや、きっとなんかあるんだよ。これも壊れたガラス玉。うん。いつ来るかわかんねえ。いつ来るかわかんねえ。あ、待って待って、今なんか光ったのあった。あ、ここもなんか光ってる。こ、え？何そのガラス玉。ダーン！なんで俺今向かってったんだよ、くそ。セーブしとけばよかった。もう一回、もう一回、もう一回。はい、ガラス玉回収。下行ったら出んのかな。いや、でもランダムかな。いないもんね。うん。完全にランダムだな。
だから常に気を引き締めていないとやばいのね。でさ、こう言ったらさ、あ、繋がってる？あ、繋がってるわ。なるほどなるほど。一応ちゃんと部屋の間取りの位置関係はこうめちゃくちゃって感じではないんだ。よし、おっそっす、おっそっす、逃げるぞ。はいはい、オッケーオッケー。あ、でも全然なんか普通に負けそうな感じする。で、さらに右行って、もうこれ入っちゃっていいか。はい。来たな。いや、気づかねえよ。帰れ。帰った？あ、帰った。よし。もういいべ。ふぅ。でさ、この部屋の上、行ってみたい。ああ、なんもないやつね。あ、あった、そんなん。いないべ？ディャーン！それ絶対出るんだ、わかった。それ絶対出るんだな、お前この野郎。くっそ。だから、どうしようかな。下行って、右行って。OK、いいよよ。行ったことない部屋を、に行くのは怖い、怖すぎるから。お、終わった？終わったペア。ふぅ。お！君は？あ、ミカだ。ミカ？ミカでしょ？え？ミカ？よかった。探したよ。ん？何の音？雷か？ちゃんみか？ちゃんみか？うわあ！びっくりしたー！そうだ！そんなんあったわ！そういえば忘れてた！はい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 。はい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 。それ似合ってねえなー、鬼！その髪型似合ってねえなー！よしよし。で、そっちの左上行ったら、出てくるか。あ、もう終わった？負けましたわ。あぶねあぶね。で、結構出るな。あ、そう、セーブしよう、セーブ。はい。上書きで全然いいよ。はい。はい。で、ちゃん見かけたのここでしょ？ほう。何の部屋だ？アイテム、ないか。ちゃんとね、青鬼を負けるであろう部屋を。うわちゃんと覚えとかないとね。で、こっち。タンス怖いな。入れっかな。入っとこう。入ってきました。行け。行け。入った。よし。もういいでしょ。はい。ふぅ。結構広いんかな、マップ。だからこれ、覚えるのがちょっと難しいんだろうね。青鬼をしっかりプレイされてきた方だったら逆に難しいモード。赤い石。ここは何もない。で、そっちの右下も何もなかったよね。そう、そこはね、逃げれないから、怖い。よし。じゃあ、次の部屋。ここ何もないな。なんだろう、謎解きっていうか、アイテムを集めてって、それを正しい場所に入れていくみたいな。そういうモードなのかな。あれ？ここって来たっけ？ここってあそこか。なあ！またミカ鬼だ！あんた、こっち来てないくねえか？やばいくねえか、ここ。知らない道怖い！知らない道怖い！危ない！あ、でも負けるか。よしよし。いいよいいよいいよ。このぐるぐる、この周回ルートは、全然使えそう。あ、負けたかな？オッケー。じゃあ、探索の続きがしたいです。この右か。この下も行ってないよね。あ、今逃げてるとき行ったわ。で、あ、ピアノ調べられないんだ。あ、そうなんだ。了解。で、この右行ったら、いる！待って。あれ？青鬼さん？青鬼さん？いやー、お尻！お尻関係ない。何今の？はい、じ。で、上逃げて。あー、そこ、怖いから、入んない。いや、タンス入るよりも、やっぱりさ、巻いた方が安心だよね。
OK。じゃあまたさっきの部屋に戻ろう。なあもういいって、探索させてって。もうするわ探索。なるほど、困ってんのか。あとそんな行き止まりみたいな部屋も少ないんじゃないか。ここどうなってんの。あー図書室だ。お、負けた。いいタイミングで負けた。よし、なんかある。あったー、人形の頭ね。そんで他にはなんもない。上行きたいけど、ちょっと待って、右下も気になる。うん、ここは本来であれば確かベッドを押せるところ。押せない。そういうギミックは一切排除してんのかな。ふんふんふん、オッケー。じゃあ基本的にやっぱり光ってるもの。あんなんいたわ、そういえば。これ無理だよな、無理だよな。開けたら死ぬ。じゃあセーブだ。はい、じゃあ一旦開けてみます。あー閉めてくんない。あー怖い、あー怖い。あいつ確かさ、あ、確かしちゃってた。確かさ、なんかそうダッシュするんだよな。あぶね。もういいべ。ふう。で、ガラス玉って何？ずっと何？セーブ。はい。アイテム。うん？赤い石は持ってんだよね。なるほど。ガラス玉は入ってこないってことは、あれは完全にの、ま、なんか窓足というか、うん、光ってるから拾いに来たプレイヤーを残念にさせる嫌なやつだ。ろうそく？うん。なーっと、またいた。そっか、このなんだっけ、名前なんだっけ、フワッティだっけ、フラッティだっけ。こいつを解放しちゃったから出てくるようになっちゃったんだ。あー取りたかったそれ。うわー、やっべ。一旦、そう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 、うまかったよ、とってもうまかったよ。よし、いいね。終わった？よし、オッケー。ふぅ。で、青い石。ふん。あと他には、待って、石をはめる場所。どこだ？あ、待って、ここ、金庫あるな。なるほど。あるじゃん、ちゃんとギミックが。あ、なんかあるな。何ですかこれ。ん？人形？ 4488。 いや、これまだわかんないんじゃないかな。だから人形の頭をあそこにはめ込みに行ったらなんか数字出るみたいな、そういう感じかな。 OK。 じゃあとりあえずさ、一旦はめ込みに行ってみよっか。この左。ああ出てきやがった。今じゃないのよね、今求めてないのよね。ここか、やべやっべ、やっちゃったやっちゃった。そう、それでやーやっちゃった。まあもったいない、まあだけどいっか。セーブあるし。愛はブルーベリー色の半ペン型巨人に追いつかれてしまった。はい、セーブした箇所から。あ、青い石持ってね。セーブしてなかったのか、俺は。はい、青い石手に入れました。で、セーブしてから人形の頭。あー、そこから出てきてんの。え、どっから出てんの今の。それはダメでしょ。まあでもセーブしててよかった。ちょ、もう一回。まあ楽しいな、こっからね。え？それやばくね？それひどくない？わかるわけないって。よし。まあ、とりあえず、向かいつつ、その間に消えてくれないか。しつこい。で、あの、はんぺん巨人も来たら厄介だな。あ、オッケー。よし。じゃあ、
戻りまして、あそこのタンスは開けない。はい、ここに、アイテムの人間頭、これを使用すると、あ、違う、両目にくぼみがあるから、それか、赤石を、ちょっと待って、どうすんのこれ、組み合わせるとかってあんじゃないの。反応がない、何かが足りないようだ。何か、あぶねって、人の痛みを考えろって、危ないってくっそっか、あれ、そっか、このピアノの下の部屋はもうここで、そっち行ってもここか、もう全部見てんじゃないか部屋。あれ、じゃあもう謎解きさ始めてって感じ。わかるかい。で、そこからは青鬼が出てくんだよね。うん、それ特典の場所のギミックは変わんないんだ。オッケー。ちなみに俺はいけんの。いけない、俺はいけないんかい。あれ、行ってない部屋どこだ。こっち知ってるよな。うん、見てるでしょ。あれ、もう探索終わってるな。はあ、なんで急に。あ、そっか、さっきあれかな、その人形の体、胴体の部分を前にして使用するをしたからってこと。何もない状態で、もう目の前に何もない状態じゃなきゃダメってこと。はい、わかりました。そうなんですね。はい、ということで、青い石もはめると、はい、うん、一旦セーブすると、よし、で、じゃあもういいところで来るんだから、もうさあ、あー、ごめん、危ないって。よし、押して、あー、負けたい、負けるところ、あー、ちょっと、もうくっそ。はい、やってきました。で、ここにはめるんですよね、頭を。はい、はめた？はい、はめました。するとドアがオープンして、なんだ、え、脱出の安心感からか私は意識を失い、え、終わったの。気がついたら病院のベッドの上だった。あの洋館は何だったのか、そしてミカは、あれから何度も繰り返し同じ夢を見る。部屋が無限に続くあの洋館の夢を。あ、メモよ、なんぞ、そういうのいい、そういうのいいわ、もう。はい、感動のフィナーレか。何だったんだ、愛ちゃんって何者。え、何者。なんかすごいちゃんとストーリーがあるのかと思ったら、意外と普通に、まあランダム要素を楽しむ、そういうモードっていうことなんだ。あ、そうなんだ。なんだ、完全新作ストーリーとかって感じかと思ってた。っていうか、あれ、あの金庫の謎は、ん、あ、今のってエンディング1なんだ。ランク E、 やかましいわ。あー、3つエンディングあるんだ、きっとこれ。うん、人形の頭ルートと、で、次が時計でしょ、で、最後が注射器。それやろっか。ってことで、始めっからかな。なんだここは。次は少女愛は気がつくと、見知らない方。なるほどね、毎回変わるんだもんな。面白いじゃねえの。よし、じゃあまた頭を真っさらにして、わあ、見た、地形だけど全く部屋の間取りは違うんだな。あー、そこにいるのかも、すでに。いや、もう先にもやっとこう、こういうのは。うん、一回やんないと、彼もスタンバってる手前、動けないからね、せっかく準備したのにっていう風になっちゃうから。あ、ここいいね、巻きやすい。まだ来る。うん、彼のことも思ってちゃんと
追わせてあげると。うわ、行き止まり部屋だ、やべ。あ、でも OK。 ふう、じゃあ一旦セーブ、うん、からの、あ、右背中あんな。いいね、いいね。なあ、ちょっと待って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 、閉め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 てって、閉めてって、閉めて、閉めてって、あー、しかもこれ無理だ、無理だ、無理だ。あれ、閉めてくんなかったっけ、これって。うそー。猫背巨人。そんなのいるんだ。いや、けど猫背巨人は、足遅いな。取った、よし。だから普通に、負けるわ、きっと。全然怖くねえや。オッケーオッケー。そんで、どんどん探索しつつアイテムを回収。一旦セーブ。はい。して、まず右。うん。の上はなんもない。じゃあこっちの右。あー、びっくりした。あっ下行ってみようか。うんうんうん。この逃げてる時に探索しちゃうと分かんなくなるんだよな。こっち来い、こっち来い。はっはっ、オッケー、いいね。で戻ると、この右ね。さっきミカ鬼がいたのはこっち、はい、の上。あ、ある、セーブ。よし、ここできたらまずい。赤いしね。あれ、結局さ、人形の首じゃん。なんか時計がヒントのエンディングが今回は来ると思ったんだけど。あ、それもランダムなのかな。今回見れるのは、また、人形の頭エンドっていうこと？え？まあ、とりあえず一周してみよっか。うん。なんもない。ひたすらさまよう。窓。うん。来そう。で、出そう！一個出そう！上。あ、うわあ！だから上行かないで、左行ってみようか。うん。なんもない。あー、玄関なのにせっかく。で、こっちの上がピアノ部屋。で、この上ってなんだっけ？あー、さっこさか。ここか。で、こう行って左行ったら、最初の部屋でしょ？うん。わかったよ、わかったよ。あ、でも、終わったね。で、この上行ったら牢屋ね。じゃあさっきの玄関の方に向かっていきたい。玄関はこの左。うん。うわ、懐かしい。出れないもんね。で、左は、これ部屋ない。で、上。ほうほうほう。懐かしい感じ。あはん！それひどいってマジで。逆に君がそれされたらどう思う？もう一回。ん？雷の音がしましたね。はい。で、人の気持ちがわからない青鬼くんを頑張って巻きましょう。もう入るか。はい。入ってきた。ここにはいません。ここに愛ちゃんはいません。いた？今いった音した？ん？開けていい？開けます。OK。ふぅ。で、何かアイテムがあった。結局さ、また、人形の頭じゃないか？巻いてみよう。はい。これが？青石だ。うん。じゃあ作っちゃおうか。うん。赤石も、はめ込んで。でさ、もう分かってるもんね、確か。胴体。胴体があった場所に入れに行きましょう。あー、そしてピアノ部屋ね。ピアノ部屋の、ん？あ、なに？これってさ、マップ？いや、違うか。わからん。マジでわからん。
で、確か、ここだ。オッケー。じゃあ、ここに、はめたらもう終わっちゃうよな。え、どういうこと？まあ、一応ね、やってみて、エンディングが変わるかどうか。ああ、一緒かな、これは。一緒だ。今回のスコア。どうなんだ？エースだ！もう嬉しい。だけど違うのよ。結局エンディングが一緒なんだよ。それじゃダメよね。運が悪かっただけなのかな？とりあえず、覚えていこっか。上から見ようかな。多分一通り探索は終わりました。で、ピアノの部屋があって、下にもあるんだよね。で、こっちには金庫がある、ピアノの部屋。やっぱりこれを解かなきゃダメだと思うんだよね。で、ん？ヒントが全然ないけど、とりあえずさ、4488入れてみるか。多分違うけどね。どうですか？違うよね。でさ、やっぱりこれってさ、部屋の位置関係を表してるのか？あ、待って、あのさ、4488って書いてるマスのさ、上と左はさ、44と88じゃん？もしかしてさ、で、おそらくこの部屋は一番右下なんだよ。で、左に、ああ、邪魔だお前、あ、そう、あるんだよ、そうだ、あ、そういうことだ、わかった。うん、ここにさ、人形の首を、そう、入れるところがあんのよ。だから、そういうことです。マジでわかった。説明したいけど、青に邪魔、もう消えて終わった？ OK。 そう、ここにあるでしょ、人形の頭のギミックが。で、これはマップなんだよ。ほら、人形の頭のところはそこだよ、4400だよと。だからつまり今自分がいる部屋は5500、5500を入れればいいんだ。 OK、 できたー、よし。お、な、今何注射器。え？セーブ。これはどこへ使うの？え？青い液体が残留している。使用する。自分に？ここでは使えない。使う場所があんの？どこ？え、そんな場所あったっけ？また一周してきたけど、やっぱり何もない。で、アイテムは、この4つ。とりあえずこれは、作っていいと思うんだけど、はい、作りました。注射器、何度もやってたら、いや、じゃあ使いますかってならない。ここではだもんな。もしくはこれを持った状態で、これゴール扉、と考えて、ゴールする。すると何かあるかっていうのを試すか。運が悪いのかな。その出てくる部屋はさ、毎回ランダムじゃん。だから注射器を使うべき部屋が今回出ませんでしたって。でもそれひどいよな。あ、変わってる。私の言う通り注射をしている。注射器持っていけばいいんだ。ああ、君は友達を探さなければ。え、勝手に注射しないで。ミカという友達を。誰が言ってんだ、これ誰？注射器にはあの液体が。あ、そっか。青い、青い、青い、青い。青鬼にされちゃうっていうエンディングか。いや、それ一番嫌だな。愛ちゃんも青鬼の仲間入りっていう感じのエンディングなのかな。じゃ、裏で糸引いてる誰かがいるってことなのかな。青鬼のストーリーってそこら辺がさ、謎だよね。なんとかゲームクリア。ランク E、そりゃそうだべな。時間かかった。で、あと一個よ。時計。もしかしてあれかな。単純にさ、時間勝負。だから、始まったら、めっちゃ急いで、アイテム回収して、
で、すぐに、人形の首のところを見つけて、はめてゴールすればもう終わりみたいな。そのモードありえんじゃねえか。ランダム生成だし。オッケーオッケーオッケー、いいよ。やめれ、くっそ。いや、これもダメだな。いいよ、タイムアタック。そういうの楽しいじゃん。はい。スタート！いや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 、何このマップ。知らねえ。ここあんまり良くねえな。よし。ここ一番左端かな？一番左下。ぽいぞ。ってことで、この下にも部屋、あー、ないか！あ、ごめん、なかった。あー、やっちゃった。やっちゃった。あー、まだてめえ、この野郎。多分一回も捕まっちゃダメなんじゃないかな。はい。スタート！だから、まず左下の部屋を見つけたいな。そうした方が。ここ、全部、あらな、外れだ。マジで青い石割った。オッケー。なんとかカットか。よし、オッケー。よし。ちょ、一旦ここセーブ。よし。で、何分以内とか多分決まってると思うんだよな。ここから来たのか。オッケーオッケー。そして、左は？これ部屋じゃない。部屋じゃない。じゃ、右戻って、上行って、なん！青鬼が出るとき、なんて俺言いがち。なん、外か。え？これはどっか繋がる？うんうん。オッケーオッケー。いよいよ。そんで、ちょっと一旦セーブ。ここは？ああ、もうわかんなくなっちゃったよ。ちゃんと見てるっけ？さっきの外のところの左にさ、あったんじゃねえかな。ここは何もないのか。オッケーオッケー。こっち。これ一番左上の部屋だったんかな。いや、わかんねえ。むずい。いやー、邪魔だ、てめえ。くっそ。探索させてくれ。上、下、上、下で消えなかったっけ。あー、そういうずることできない。あー、もうダメだ、ここ。どうする。はっ、オッケー、負けない。くっそ。でもここまで来たらちょっとリトライで、今で1分53秒、きついかな。1分55秒ね、今ね。くっそ、もうどこがどうなってたか全然思い出せない。そこ出てきそう。出てきた。ナイスのタンス。はい。で、ここには、あ、あった！これだ！ここが、ゴール。で、これ！今は？あー、追われてるからアイテム開けない。あれ？揃った？揃ってない。赤い石。赤い石。赤い石、どこだ？ない！ちょ、セーブしとく。セーブしよう。はい。どこだったっけ？あった、そこだ。し、わかった。じゃあ、もうわかりづらい。こう行ってこう行って、そこから出てくる、出てこない。上の部屋、そこね。うん。よし、これも負けるな。巻きつつ下行って、あの部屋、この下の下の右。おっきゃった！これだ！で、人形の部屋に戻る。おし、来た！で、早く作って、作って、で、これをはめて、どうだ？今何分だった？ 3 分半ぐらいだったっけ？お、変わった！みんなおかしくなってしまった！誰も私のことを信じてくれなかった。毎日見る夢のことも、いなくなったはずのミカのことも。視界はぼやけ、音も反響し、どここれ。私は深い
海の底にいるっていう気持ちってこと？深い青い海の底で。あーで結局青鬼がバーンのエンディング。まあそういう気持ちってことなんかな、それともあの洋館からは逃げらんないよっていうことなんかな。はい、 OK でしょこれ。うん、3つエンディングちゃんと見れた。3分39秒、早いのかな。わあ、すごい高え。これ面白かったな。はい、ってことで青鬼愛編これ完全クリアですね。ああ楽しかった。ランダム要素があるとこんな感じなんだね。じゃあまあ動画終わりかなーって思ったんだけど、ちょっと最後に倍速モード、その15倍速ちょっと見てみてもいいかい。うん、どんな感じなのかなーって興味はあった。はい、ちょ普通に広していいや。どんな感じ、はいえザザザザザってもう精鋭たちが集まる感じ。うん、でここはいつも通りのストーリーで、早っ早っ止まれないよねこれ。あそっか、喋んのか。わ、これやばいわ。あいつよくやったな。さらがわれてますね。はい、からの止まれないもの戻って、誰もいない、皆さん皆さんで、そっちに青に、うん、早っ全力疾走。あれこうなったっけ。あー、一応あったっけ。そんで、そこ入んのむずむず。オッケー。あれどこで、あ、そっか。図書室だ。図書室は確か、この上だよね。あれ図書室の鍵をどっかで、あ、そっか。一旦たけしだ。たけしに、あ、たけしに会うのもむずい。そこじゃなかったっけ。そうだ、ここ。あれ開けれないっけ。あ、そうだ。これでガタガタ言うから、開ける。あ、たけし変わらずだな。はい。喋れない。で、あったあった。ここに、図書館の鍵がある。で、これを取って、入らせてくれ、入らせてくれ、あ、違う。で、ここ、入る。よし、ちょっと、早っ2、3振りしか見えなかった。はい、ちょっとやってみるか。どんな感じでしょうか。ここを調べんだったっけ。ん、じゃあ上か、違う、あった、やんなるほどね、こんだけ早いんだ。取ってすぐこっちの、こっちの、おー無理ですこれ。なんね、もう一回、いざ、はいはいはい、なんだ、入れない入れない入れない、集中集中、そこ全然入るね。あ、いけた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 、すごいね。ああ、こんなん狂ってるよ。はい。これを公式が実装してきたのが一番びっくり。はい。もう、もうやる気ないんだけどね。別にもういいんだけどね。もう満足したんだけどね。満足したんだけどね。なんか見ちゃってるね。ここに入るのもむず。で、落ちる。で、確か、ここのピアノ、セーブ一応しとく。まあ別にもう続けないんだけどね。はい、見まして。うん、戻って。ハンカチで。拭くと。あー、そっか。なんか、クリーナーかなんかいるんだっけ。鍵開いちゃったよー。あれ、あ、それは確か、どこだっけ。トイレか。うわ、出てきた、出てきた、出てきた。うんうん。行きます。あ、来ない。なん！正面からか。これめっちゃ怖いじゃん。すっげ。よし。
ちょ、もう一回ね。こうして。こ、来るか。来るか。うわあ終わりです。さよなら。